ジャニーズファンの変える化現象と自殺リファンサ、炎上、ジャニオタの思いとジャニーズ事務所のこだわり、日本のアイドルグループジャニーズ JR のファンサービスが炎上しています。K-POP のような自殺リファンサが導入されたことで一部のファンから反発が出ているのです。これはジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の徹底したブランディングによるもので、 今後のアイドル市場にも影響を及ぼすかもしれません。一方、平野志洋さんなどの一部メンバーが自身の SNS でファンと交流する動きも見られますが、これが逆に、変えるか現象、と呼ばれる冷めてしまう現象を引き起こしているとも言われています。本記事では、ジャニオタの思いとジャニーズ事務所のこだわりに迫りつつ、今後の展望について考察してみましょう。 ジャニーズのカエル化現象に対するファンの重いジャニーズは手の届かない存在であることが求められるのこれはジャニーズファンたちの共通の思いです。創業者のジャニー北川氏が他の芸能事務所に所属経験のある人材を経営し、アイドルたちの短さや手の届きそうな雰囲気を売りにしてきたからです。この独自のブランディング戦略によって、 ジャニーズは手が届かない存在として希少価値を高め、多くのファンを魅了してきました。しかし、時代の変化によってジャニーズの戦略も模索せざるを得なくなっています。K-POP のアイドル市場の成功を参考に、自殺リファンサービスを取り入れたことが炎上の原因となったのです。 K-POP のライブでは一般的なファンサービスであり、ジャニーズ事務所もファンとのコミュニケーションを進化させようとした結果でしょう。しかし、ファンからは、変える化現象を引き起こす可能性が指摘されています。ジャニーズ事務所のこだわりと創業者の、医師ジャニーズ事務所は長年にわたり創業者のジャニー北川氏のこだわりによって運営されてきました。 北川氏は手垢のついた人材を敬遠し、ジャニーズを手の届かない存在としてブランド化してきたのです。その結果、ジャニーズはアイドルグループの中でも特別な存在として多くのファンに支持されてきました。例外的に SNS を活用し、ファンと直接交流するケースも見られますが、それには賛否両論があります。 元キングプリンスへの平野紫洋さんが個人のインスタグラムを開設してファンと交流する姿は肯定的な意見も多い一方でカエル化現象を招くといった否定的な意見も見受けられます。ジャニーズ事務所は昨年オンラインで直接交流できる音声コミュニケーションサービスジョニーズファミリーボイスを発表したこともありますがこれもファンから批判を浴びました。 ジャニーズはなぜこうした新しい試みに挑戦するのか、その背後にはジャニー北川氏の意思と事務所の進化に対する思いがあるのでしょう。変えるか現象を回避するためのジャニーズの課題変えるか現象はアイドルファンにとって切実な問題です。憧れの存在だったアイドルが普通の人間として見えてしまい、その存在への憧れや熱狂が冷めてしまう現象です。 平野志洋さんのような一部メンバーが SNS を通じてファンと交流する動きはファンにとっては喜ばしいことでもありますが同時に変える化現象を引き起こすリスクもあるのです。ジャニーズ事務所はファンとのコミュニケーションを進化させる一方で徹底したブランディングの考え方も捨てるわけにはいかないでしょう。 そのジレンマを乗り越えるためには、ファンとの距離を保ちつつも、新しい形のコミュニケーションを模索する必要があるかもしれません。展望ジャニーズ事務所がこれまで築いてきたブランド価値は非常に高いものです。しかし、時代の変化や新しいコミュニケーション手法への挑戦によって、そのブランド価値が揺らぎつつあります。 ジャニーズは従来の価値を保ちつつ、ファンとの新たなつながりを築くことが求められるでしょう。ジャニオタたちの思いを汲み取りつつ、ファンとのコミュニケーションに新たな形を取り入れることが、ジャニーズの未来を開く鍵となるのかもしれません。 アイドルとファンが共に成長し、支え合う関係を築くことで、さらなる成功とファン層の拡大を実現することができるのか、ジャニーズの展望には多くの注目が集まるところです。